イルモア。イルモアエンジニアリングは、イギリスのレース専門のエンジンメーカー。創業者は、マリオ・イリエンとポール・モーガンともにコスワースで腕を鳴らしたエンジニアであり、また企業名は二人の姓の一部を取って組み合わせたものである。コスワースに所属していた時に出会った二人は、会一などの国際的な規模のレースシーンで広く認知されている。多くのチームが、 コスワースのエンジンを使用することによる勢力の均衡化要因であまりチャレンジングな試みが行わなくなったことに不満が募っていた。特にカートに関してそれが著しく、ほとんど全てのチームがコスワース DFX を使用していたためにエンジンメーカー同士の競争はなくなっていた。そうした状況の中二人はアメリカレース界の名門であり、カートに参戦していた。 ペンスキーレーシング代表のロジャーペンスキーに電話によるコンタクトを試みる。イリエンとモーガンは新規にエンジンを開発するための協力をペンスキーから取り付けた。二人はコスワースを退社し、1984年1月、イルマーエンジニアリングを設立するに至る。この際、イギリスブリックスワースに工場も新たに建設された。実際に稼働を始めたのは、 同年12月からである。2年の開発期間を経て完成した第1作、イルモア 265A のヘッドカバーには、スポンサーとして、資本参加を決定した、ゼネラルモーターズのスポーツ的、イメージリーダーを担うシボレーの子が入り、またエントリー名もイルモアシボレーとして、カートに参戦することとなった。デビュー年の結果は賛ましいものではなく、エンジントラブルを頻発した。 シーズン前半から中盤にかけて、原因の半然としないトラブルに悩まされたものの、ようやく原因を突き止めて改善すると信頼性が回復。3位表彰台に2度上がり、カート初参戦、そしてルモアとして、諸女作ということを考えれば、上場の結果を残した。1987年、毎シーズンでの成績によって、オファーを受け、採用するチームが増加。 ペンスキーレーシングに加え、パトリックレーシング、ニューマン、ハースレーシングという競合、無にも,いるもイルモア製エンジンが搭載されることとなった。このシーズンも初期トラブルに苦しめられたものの、最終的には15戦中5回の優勝を飾った。また予選において8回のポールポジションを獲得するなど、速さを見せ、実質的な実力において、有力エンジンサプライヤーである。 コスワースやジャットと被験することを証明した。1988年、この年はまさに他社を圧倒するシーズンとなり、15、戦中14回のポールポジション、それと同数の優勝を、イルモア製エンジンを搭載したマシンが獲得。他メーカーもこれに対抗するべく、新エンジンの投入など戦闘力の向上に努めるが、1989年も15、戦中13回の優勝。 翌年1990年は15戦全勝と敵なしの強さで圧倒した。カート用のエンジンを製作する一方で1990年にレートンハウスとパートナーシップを結び1991年には会一にも打って出ることとなった。エンジンはカートのものとは設計を完全にことにする3.5リットル V10 エンジンレートンハウスの名をとり形式名を LH-10 を用意した。しかし、このエンジンの完成度は高いものではなかった。またレートンハウスは、日本のバブル景気崩壊と経営者の不正融資用儀での逮捕の煽りを受けて事業が低迷。資金繰りの悪化を招いて1991年限りで、会一を撤退した。1992年は、オーナー権が放棄されて、チーム名を元に戻したマーチと、 中堅チームのティレルに供給したが、大資本のためエカーに、資金力において圧倒的に劣っていたために開発が進まず、差したる成績を残せずにいた。1993年は、イルモアにとって、天気の年となる。スイスのレーシングコンストラクターであるザウバーと、強力な関係を築いていた、メルセデス・ベンツから、資本提供の申し入れがあり、 これを受け入れたイルモア製エンジンはザウバー V10 の名で搭載された。この段階ではメルセデスはイジへの本格参戦を見極めている段階であり、いわばテスト参戦であったために、あえてメルセデスの名を掲げることはなかった。1994年、この年からは公式にメルセデスの名を冠してザウバー C13 に搭載された。 これは前シーズンでの総獲得ポイント数が12ポイントに達したことが評価されたためである。また、同年に、レーナード製マシンを買ってエントリーしたパシフィックにも、イルモア製エンジンが搭載されていたが、こちらは 2175A という、1993年前半にザウバーに供与されていたタップで、ザウバー C13 に搭載されていたのは2175バイトという、 前シーズン後半戦に使用されていたエンジンである。なお、この年も前年と同じ12ポイントという総獲得ポイント数でシーズンを終了している。1995年、この年より正式にメルセデスベンツの参加に置かれることになり、企業名をメルセデスイルマイと解消した。いよいよ本格的に、回一制覇を目標に据えつつあったメルセデスは、 マシンの開発能力に不満を感じたザウバーとの関係を解消し、新たなパートナーとしてマクラーレンを選んだ。ザウバーを上回る開発力を持つチームを欲するメルセデスとホンダというパートナーを失い、強力なエンジンを欲していたマクラーレンと思惑が合致したためである。しかしこの年はまだエンジン開発が十分ではなく、リタイアが多く総獲得ポイントは30ポイントに止まる。 開発は着実に進んでおり、1996年には49ポイントを獲得、まだ信頼性に欠ける面はあるものの進歩を見せた。1997年、3回の優勝を遂げて69ポイントまで成績を伸ばしたものの、イギリス GP とルクセンブルク GP でトップを走行していた未確記念がエンジントラブルでリタイアするなど、信頼性の問題を 未だ解消できずにいた。1998年には、最大の課題であった、信頼性を兼ね備えたエンジンの開発に成功。16戦9勝してそのうち、1から2フィニッシュは5回、156ポイントを獲得。優勝6回と、安定した、完走率で追い上げていたフェラーリを23ポイント差で、下し、3日発期年が8勝を挙げて、ドライバーズタイトルを獲得し、 コンストラクターとの2冠を達成した。1999年はフェラーリに4ポイント差で、敗れ、コンストラクターは2位に甘んじたものの、8記年が前年に続き、ドライバーズタイトルを獲得した。2000年は、シーズン途中の第4戦イギリス GP から、電子制御系の新ルールが突然施行されたため、メルセデス・ベンツエンジンの燃費悪化につながり、 柔軟なピットストップ作戦が取れなくなった。フェラーリとは再び僅差の接戦を演じたものの、最終的にコンストラクターとドライバーズともにタイトルを逃した。2001年は前年から予告されていたメルセデス・イルモアのエンジンパフォーマンスを大きく左右するレギュレーションが導入。人体に深刻な影響を及ぼす危険があるとして、 ベリリウム合金の使用を禁止することが決定され、これを用いてエンジンを設計していたメルセデス・イルモアは内部構造の変更を余儀なくされた。ベリリウム合金の使用が禁止された2001年、関係者が抱いていた不安は的中。エンジンパフォーマンスや信頼性の欠如したエンジンでは黄金期に突入たフェラーリの勢いを止めることは到底できなかった。 コンストラクターランキング2位は守ったものの3位のウィリアムズ BMW にポイントの接近を許してしまった。このような状況は2004年まで続きエンジンパワーを取り戻した2005年シーズンも初期トラブルによるリタイアや予選でのエンジンブローによる10番手降格措置に涙を飲みルノーをチャンピオンの座から引きずり落とすことはできなかった。 北米市場でのイメージ拡大を図るメルセデスの意向を受けて、イルモアはカートシリーズでもメルセデスのバッジを担うことになる。1994年はイルモアインディ V8 エンジンを供給してシリーズを設計。さらにオフエンジン、ストックブロックをベースにした場合、排気量やブースト圧規制が緩和されるインディ500特のルールを逆手に取り、 インディ500専用のメルセデス・ベンツ 500i エンジンを開発し、ペンスキーのアルアンサージュニアが優勝した。1995年よりメルセデス・ベンツブランドで複数チームへ供給を行ったが、フォードに加えてホンダの台頭によって徐々に苦戦を強いられた。会一とドイツツーリングカー選手権に資金を集中させたいというメルセデス側の意向により、2000年を最後に カートから撤退した。しかし、イルモアの米国におけるトップフォーミュラシリーズへの参戦意欲は衰えず、2002年にはホンダ、HPD とインディカーシリーズ3専用の V8 エンジンを共同開発することを発し、翌2003年から供給を開始した。他社の撤退により2006年からはワンメイクとなり、2011年までホンダとの関係を継続。 エンジン供給を行った。さらに2006年から2008年にかけては、フォーミュラ日本において、R4 をベースとした HF386E エンジンが使われたため、当時は m t テックと共同で開発を行っていた。2001年、創業者の一人であるポール・モーガンが飛行機事故により高い、また、メルセデス・ベンツガーとイルモア側で移行の食い違いなどの、 亀裂が表面化し始めたため、2005年6月には会社を、会一部門とその他の部門に分割。会一部門は、メルセデスベンツハイパフォーマンスエンジンと名称を変更し、会一用エンジンを専属開発する会社として再編されている。さらに共同経営者であった、もう一人の創業者、マリオイリエンは、同社の株式を2005年11月に、メルセデス別に売却。 同社はメルセデスの完全子会社となった。ただし15%はイリエンが保有しており、それを2005年は持ち続けることができる契約を交わしている。一方で、下一部門を除くイルモアエンジニアリング、主に米国部門は会社分割と同時にペンスキーレーシングとマリオイリエン、エリザベスモーガン、ポールモーガンの未亡に売却されており、ナスカーでペンスキーが使用する。 ダッチエンジンの開発も行っている。2000年、ニリンのモータースポーツ国際統括機関で、あるフィムは2002年よりロードレース世界選手権において、それまでの最高峰クラスである 500cc クラスをモートジッピークラスに解消し、4ストロークエンジンの排気量上限を、それまでの 500cc から 990cc とするレギュレーションを発表した。これは、 環境意識の高まりによって市販車の排気ガス規制が厳しくなるに従って、ただしをクリアしにくいにストロークがレース専用の特殊なエンジンになりつつあり、当時参戦していたメーカー以外の新規参戦が望めなくなっていった状況を打破すべく、4ストロークに排気量や気筒数でのハンディを与えてたメーカーの新規参入を促してレースを活性化する目的があった。この変更を受け、イリエンは モートジッピークラスに参戦するマシン用のんじん、開発を行いたい意向を示し、その意向の通り2007年から、モートジッピークラスへの参戦が決定。2006年のシーズン終盤から、テスト参戦を開始した。2006年の、第16戦ポルトガル GP と続く最終戦、バレンシア GP、イルマワタチームが、レギュレーション上限の 990cc のマシンで参戦。 する中、翌年からのレギュレーション変更を見越した 80cc のマシンでテスト参戦し、いずれのレースでも周回遅れながらもポイントを獲得するライダーはギャリー・マッコイ。翌2007年、予定通り開幕戦カタール GP に参戦したが、大口スポンサーの獲得に失敗したことによる資金不足などを理由に、第2戦スペイン GP よりレースを欠場。イリエンは、 スポンサーが確保でき、次第参戦を再開したいとしていたが、以降新たなアナウンスはなく参戦再開の見込みは薄いものと見られている。2012年より、インディカーシリーズのエンジンレギュレーションが大きく変更され、新たに2.2リットル V6 ツインターボエンジンが採用されることに伴い、イルモアでは新レギュレーションに対応したエンジンを開発。 この新エンジンには、シボレーの名前が付けられることになり、久々にシボレーとの関係が復活することになった。2014年12月には、イルモアが、ルノー・カイイチとの間で、カイイチ用のパワーユニットの共同開発を行っていることが明るみに出た。イルモアとしては、メルセデスとの関係が切れて、以来の F1 への復帰取る。二千十六年シーズンから、レッドブル・レーシングが、 ルノーから購入したパワーユニットを元にアイスをイルモアが改良し、その費用を出すタグホイヤーのバッジネームでパワーユニットを搭載した。この年レッドブルは2勝 1pp でコンストラクターズランキングは2位に浮上し、パフォーマンスの向上ぶりをアピールした。ルノーでテクニカルチーフを務めるボブベルはフェラーリと同じかほぼ同等のレベルになったと発言した。しかし、 ルノー内部の組織再編に伴いこの都市をもって協力関係を終わり終わることになった。2017年8月、ホンダ会一のパワーユニット開発にイルモアが関与しているとの情報が流れた。ただホンダではパワーユニット開発の詳細は一切明かせないとして、イルモアの関与について否定も肯定もしていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。